キャストはマテリアルドリブンイノベーションの創発を支援するマテリアルがお送りするトーク番組です素材に関わるゲストを招きしその方が向き合う素材の魅力に迫りますで今回はスピンオフ企画としてちょっとわれわれマテリアルの企画している素材の新たな価値を探るマテリアルアワードマテリアルドリブンイノベーションアワードっていうものをですね今企画させていただいております なので今回それの企画概要を皆さんにちょっと知っていただく機会としてちょっとお送りしていければなというふうに考えております。なのでですね、今回ちょっとゲストにお二人お招きしております。株式会社ロフトワークの運営する、えっと、コンペティションプラットフォームアワードからですね、関井さんにお越しいただきました。関井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、で 今回ですね、そのアワードでですね、あのもうちょっとありがたいことに審査員をお願いできることになりました。地場産業や伝統工芸のプロデュース、ブランディング、ディレクション、デザイン、本当に幅広く手がけられているトランクデザインの代表の堀市康弘さんにもお越しいただきました。堀市さん、今日はありがとうございます。 ありがとうございます。よろしくお願いします。いますはい、ありがとうございます。っていう3名でちょっと今日はお送りし、あ、いつもの僕があの DJ として弁慶がお送りするんですけれども、ぜひあのこんな形でやらせていただいて、まあ、1時間程度でちょっとアワードの魅力だったりだとか、ホリスさんにちょっと審査員としてこう、このアワードに期待することとかモチベーションをお伺いできれば、 いいかなと思っております、はい、では早速なんですけれども、ちょっと関井さんの方から、まずそもそもロフトワークという企業の中で、ね、運営しているコンペティションプラットフォーム、アワードという企画をです、ね、ちゃんと堀内さんにも僕,なんかこう、ね、僕ら紹介している機会があったのかなというとないので、堀内さんにあ改めてちょっとこう知っていただけるような機会にもなればなと思うんですけれども、関井さんがちょっとアワードって何なのって言ったところをぜひあの紹介いただけると嬉しいです、はい、ありがとうございます。 ちょっと僕の方からではですね、そのアワードについてちょっとご説明させてもらえればなと思います。えっ、ー、と、改めましてよろしくお願いします。え <laughs> っと、awrd と書いてアワードと読みます。このアワードのプラットフォームのプロダクトマネージャーをやっております、関亮平と言います。よろしくお願いいたします。で、主には、えっ、ー、と、このプラットフォームのですね、開発改善であったりですとか、あと実際にお客様からいただいた相談のご対応とか、もろもろプロジェクトのご提案とか、 あと実際に進んでいるプロジェクトのサポートとか、まあ、結構幅広く何でもやるというようなところで、あのこのプラットフォームおよびサービスをあの進めているというような動き方をしております。でですね、まずはちょっとこうアワードの、ね、私たちのこうサービスをお伝えするにあたって、まあ、そもそもアワードって何,何っていうところがあると思うので、ちょっとそこから簡単にご説明していければなと思うんですけれども、僕たちはですね、こうクリエイティブな視点、 まず多様なクリエイティブの視点を持って、そのサービスであったりとかビジネスを加速できるんじゃないか、そういう仕組みが作れるんじゃないかというところを信じて、まあ、そのある種こう多様性を取り入れるための仕組みとして、このプラットフォームを運営しております。でこう、アワードっていうと何かこう、たくさんの作品を集めて、一等賞を決めるみたいなイメージもあるかなと思うんですけれども、まあ、実際にそれだけではなくて、このアワードっていう,う手法を使って進めるプロジェクトの形っていうのが、 例えば一つ解決したい課題であったりとかテーマっていうものに対して様々な方々からのこう多様なアイディアとかデザインっていうものを集めてその多様さであったりとかこう偶発性みたいなものの中から主催者であったりとか審査員も含めてなんですけど参加者も合わせていろいろな気づきを得られるそんなこうアプローチの手法なのかなというふうに思っていますなのでこうクリエイターさんとかデザイナーさんとかと一緒に考えていくとか 何かを作っていくみたいな、そのプロセスを一緒にこう共有したり、開いていくみたいなものが、このアワードというプラットフォームであり、この手法の特徴になっているのかなというふうに思っております。で続いてですね、まあ、ちょっと簡単にこれまでのプロジェクトというところで特徴的なものを3つくらいご紹介できればなと思っております。まず1つ目はですね、工事 これ、あの、アワードといわゆる、まあ、コンペティション的な形式でやってるんですけれども、新開発した鉄の素材ですね。それをコンシューマー向けに何か新しいプロダクトとして製品をこう出していきたいという、まあ、お客様がいらっしゃってですね。まあ、すごく魅力的な、その、鉄といっても、こう、鉄の表面をあえて錆びさせる。そういう錆びの加工を入れることによって、実は鉄の,その腐食性とかっていうのをも,ものすごく強化される。 でさらにさまざまなこう風合いが出てくることで、いろいろなものに使えるんではっていう,こう素材をお持ちのお客様がいらっしゃって、でまあ、一緒にこうテーマを決めて、プロダクトのアイデアを集めるというようなことをやる、まあ、新,規新商品のアイデアの募集といったものを取り組んだ例です、ね、がこちらになります。そしてもう一つがまあチャレンジと、まあ、僕たちは呼んでいるんですけれども、まあ、本当にこうコロナ、2020年にスタート。 始まってしまったこうコロナという状況に対して、マスクが本当にこうとスタート時点の時って足りなくて、で僕たちもこうどういうふうに生活をしていったらみたいなところでこう悩むところも多かったかなと思うんですけれども、でこうしかもこう普段慣れてないマスクを身につけなきゃいけないみたいな、そういうシチュエーションでもなかなかないんですけれども、まあ、そういった中でこうデザイナーさんとかとの力を借りて、一緒にこ,うこの社会課題みたいなものに取り組んでいく。でこう 身につけていく上で、自分にとって負荷が少ないであるとか、あとはやっぱりつけていく上での、普段身につける上での、なんだろう、ある種のおしゃれさであったりとか、ファッションの一部としてこうどう機能させられるかとか、子供からお年寄りまでどうやるとこう使い勝手がいいマスクができるだろうかとかうう様々さまざまな角度から、このマスクを捉え直して、この社会課題に対してどう取り組んでいくかといったようなもので、プロトタイプを集めていく。 でまあ、実際にこう白鳩さんというそのマスクをつなあの長く作られていらっしゃる企業様にあの入っていただいて、そのプロトタイプの製造も一緒にこうヘルプしていただくといったような形でこうプロジェクトを進めたものがこちらになります。はい、で最後のがハッカソン形式のプロジェクトで、ハッカソンというとこう、かなり短い期間ですね、デザイナーさんとエンジニアさんとかが集まって、一緒にこうギュッと。 相談しながらものを作っていくというものなんですけれども、こちらもまあそういった形式のプロジェクトで、えっと、製品としてはこうレンズだけのカメラっていうのがこうお客様の方で作られていて、じゃあそれにどんな機能をプラスアルファしていくと、まあ、あのユーザーにとってのこうニーズを満たせるかみたいなところをユーザーの声を聞きながら、実際にハックしてもらいながら、新しい商品を作っていこうと。 機能を実装していこうというような形で、本当にこう短いスパンで新しい 3D プ,プリンターとかも使いながら商品開発をしていったといったようなプロセスをっ進めたプロジェクトになりますね。はい、というのが、これまでこう特徴的にだったプロジェクトのご紹介になります。で続いてですね、まあ、実際に今回、堀内さんも審査員として関わっていただいているマテリアルドリブンイノベーションアワードについてまあご紹介させていただければなと思うんですけれども、 あのまあ、冒頭に、延慶君の方からもお話があったように、そのマテリアルから生まれる新たな意味を探るアワデザインアワードということで、今回開催をしているんですけれども、まあ、今回のテーマが、暮らしをウェルビーングにするマテリアルというようなことで、まあ、コロナが始まって、本当にもうあっという間ですけれども、丸2年経つということで、その中で僕らの生活とか、あとはもうう社会活動みたいなところってこう、かなり様式が変わってきたかなというふうに思っています。でその 家の中で過ごす時間とかっていうのも増えて、身の回りのものであったりとか、生活の周りにあるものとか豊かさみたいなところを改めてこう見直すタイミングにもなったのかなというふうに思っています。でまあ、今回はこの豊かさとか、そのウェルビーングっていうところに貢献するマテリアルを集めていこうというところで企画をさせていただいております。で、まあ、マテリアルというふうにこう一口で言ってもですね、まあ、素材や製品、あとはサービスとか。 作品も含めてですね、本当にさまざまなものを募ることで、これまで気づけなかったそのものの良さであるとか、本当にこう、なんでしょうね、こう生活が豊かになる瞬間とか、所作みたいなものも含めてこう、新たな価値っていうのを発見していけたらいいなというふうに考えております。ということで、あのもう募集期間はですね、1月25日から2月25日と、そして本当にさまざまなものをみんなでこう集めていってこう、 新たな価値っていうのを見つけていけたらよいなというふうに思っております。というところでアワードとマテリアルドリブイノベーションアワードのご紹介とさせていただければと思います。ありがとうございます。はい。関さんありがとうございました。バッチリすぎるご紹介で、いの補足もすることがなく、<笑><笑>ありがとうございます。緊張しすぎて。<laughs> ね、こんな形で多分アワードっていうものも一、まあ、つねあ、まあ、名前をちょっと聞いてしまうとそういうなんかコンペサイトじゃあ何かこうね、はい、さっき言ったように一等賞決めるとかそういうことじゃないような、まあ、プロセスをいろんな方と共有していくようなプラットフォームとしてね成長していきたいなと思ってやらせていただいているサービスが、えっと、我々のアワードになりますと。はいでそんなあの もうマテリアル・リブイノベーション・アワードをですね、じゃ審査いただきたいってなった時に、もうこの人しかいないと。も、まあ、僕らの企画会議で、あのま、ま、真っ先に名前が本当に上がりました。これは嘘じゃないです。<laughs> 本当に上がりました。あの、堀内さんに今日お越しいただいて、まあ、ちょっとそもそも、あのトランクデザイン何やってんのっていうのもね、ちょっと初めて聞いていただける方もいらっしゃるかなと思うので、うん、まずちょっと堀内さんの,あの活動をご紹介いただけると、あ、アワードで例えばこういうこと募集、応募してもいいんだ、みたいなことのなんかこう発想のね、なんかこう上手いこうまい伴奏というか、足し もならないかなみたいなところもこう期待しながらまずは堀内さん自身のご紹介をさせていただく中でこのえー,とアワードの企画を通してちょっとこう人とマテリアルとかね人と製品とかの関係性みたいなのをちょっとあの議論できれば盛り上がるかなと思っております、はい、では堀内さん是非ちょっと是非ご自身のご紹介を簡単にしていただけると嬉しいんですがわ、はい、かりましたはい、はいえー、トランクデザインの堀内です、えー、よろしくお願いします 僕はですねあの神戸でデザイン事務所とショップ、えー、あとカフェあと、まあ、印刷の工場、まあ、ファクトリー兼ショップみたいなあものを今3店舗ですね運営しながら、えー、僕の主な仕事はあまず兵庫県の地場産業伝統工芸のプロデュースが2011年ぐらいから、えー、もうなんか個人的にやっていてなんかそれがこう広がり今、まあ、日本全国の 伝統工芸とか地場産業、ものづくりに関わる方々のご支援をさせていただいてます。で、まあ、商品開発から PR、あと国内外の販路開拓、そこから産地に訪れるツーリズムの事業みたいなことを今やってます。ものを作って、ちゃんとこう世界に届けて、ものから産地を見るとか、作り手を知る。 でぜひこの人に会いに行きたいなという感じでこう循環していくような、まあ、そんな仕組みをここ,こ23年かけてずっと作っておりましてで、えー、っと今,日今年の初めかな1月先月ですね海外台湾香港シンガポールでもローカルクラフトジャパンという、まあ、日本の5つの産地のものづくりをこう、まあ、届けていく。 これツーリズムにしようということで、海外の方々に商品をお届けして、ツアーで、まあ、ちょっとコロナで今は来れないんですけど、今年の夏秋ぐらいからこうスタートできたらいいなと思っていて、進めていたりします。なんか、まああの、自社のオリジナルのプロダクトも今8ブランドありまして、お香のブランドが2つ、で、テーブルウェアですね、磁期 のブランドが1つアパレルのブランド2つでステーショナリーあと木工のテーブルウェアもありますねであとは福井県の鯖江で作っている越前漆器のブランドを手がけたりしております仕事柄ですね鉄を扱うこともあれば糸を扱うこともあればお香みたいな粉みたいなものも あれ <laughs> んかさまざまなあの企業の皆様と一緒にですね商品開発みたいなことにあの携わっていますので、まあ、今回僕もあの審査員ながらどんなあ素材が出てくるのかというのはめちゃくちゃ楽しみにしております。よろしくお願いししまますすはい、はいいいありがとうございますよろしくお願いいたします。 ありがとうございますちょっとこれからあの、ね、各自の、まあ、ご紹介いただいた中でちょっとクロストーク的にまああんまりそのアワードの企画がねこうどうだとかいう話にまあそんなにならないぐらいざっくばらに盛り上がれれば楽しいなと思ってるんですけれどもあの堀さん自身が最初そのご自身の活動の中です、はい、個人的に始めてましたみたいなところがちょっとなんかど,どんなきっかけ多分いろんな場所で聞かれてると思うんですけどなんか。<laughs> ど,どういうきっかけでこういうことになっているんですかっていうともともとあの僕26で独立したんですけど独立した当初はあの広告のデザインをやっていて、えーまあ、百貨店とかショッピングモールとか、まあ、家具を中心としたあの広告のおー、まあ、マーケティングから含めて全部反則を担当してやってたんですけどなんかねあの やっぱ百貨店とかあってなるとこう誰が作ったかわからないソファーみたいなただこうイタリア製でみたいな本革でみたいなそういうのなんかかっこよく写真撮ってコピーつけて何台売れたかみたいなっていうあのなんか消費されるデザインをしてたなと思っていてなんかそんなことをやりながらあの姫路の大使町っていうところが あの火をつけるマッチをつけるあの作る会社さんが、まあ、神戸マッチさんっていう今でもずっとお付き合いをしてあの仕事してるんですけどこう火をつけるマッチの会社さんと出会ったのがきっかけでなんかこう吸って火をつける道具を作る会社が地元兵庫県にあるんだみたいなうんそういうなんか嬉しさとなんか自分が持ってるこのデザインというスキルを こう地元の企業に貢献できる、まあ、例えばまああの商品が売れてえ雇用が増えるとかなんかこう街が盛り上がっていくとかこう U ターンで帰ってくる若者が増えるとかみたいなことも含めてなんかこういうそういうところになんか自分の力使えたらいいなと思ってえマッチ以外にも表現っていろんな地場産業あるんじゃないかなって調べ始めてえ地図を作り えー、北は、まあ、豊岡とかああ日本海側ですねあと南はああ南淡路の淡路島まで車で、えー、南北横断すると車で4時間5時間ぐらいかかると思うんですけど、まあ、2つの海を持っている県だからこそ、まあ、文化も違うし食も違うし言葉も違う、まあ、なんかそういうあの多様性のある兵庫県 のものづくりをこう、まあ、発信したいなと思って、えーまあ、広告をズバッとやめてもう1年間こう地場産業の産地車で行きまくるみたいなことをやって、まあ、そこからなんかこういろんな職人さんに相談を,を受けるようになり、まあ、商品開発やったりとかあ自分たちで、えー、形にして自分たちの手で販売していくお届けしていくみたいなことがスタートした。 きっかけかけなうんかその今消費されるデザインみたいに、まあ、なってしまってるっていう言い方はね、まあ、ちょっとそのどういう表現が正しいかとはね思うんですけれども、うん、まあそういった状態でもどんな形であれでもそのプロモーとしてデザインしてその消費 されないとなかなかその事業者さんがね、その利益を得られないみたいなことに対しての、なんかそういった関わり方とか、その表に、何だろう、発信される形なのか、そのお客様に渡るところへに対しての、何なんですかね、それは違和感みたいな感じで、こう、あったのがきっかけなんですか、その神戸マッチさんに出会うっていうところの、なんかもう少しそこのディティールがお伺いできると、なんでそういうことが、 違う形で提案されていくべきだっていうきっかけになったんですかね。消費されるデザインというか、デザイナーが消費されてるなっていう感覚いなるほど。はいね、なるほど。で、まあ、このなんかフェアの企画で、えー、デザインを起こす。でもこれ、未来に何が残っていくのか。なんか目に見える形で。 えー、何かが残っていく40年後50年後どうなんだろうみたいなことを考えた時に地元、うん、のやっぱ100年続いているものづくりの企業がこの先150年200年残っていくとか、えー、100年先も愛される商品を作るとかなんかそっちの方に自分自身やっぱり何かこう 人生詰めあうと残すじゃないですけど、なんかそっちに興味があったんだと思います。なるほど。いやめちゃくちゃ分かりやすいです。あの多分デザイナーとしてもやっぱそういうなんだろうな本当にねそういう思いを持って始めたデザイン業務とかそういった、うん、例えば広告クリエイティブっていうことがちょっといろいろいろんなチャレンジができる機会を与えられてもちょっとそう消費されてしまうような状況があって。 でそれがさらに売り物としてもそういう例えばプロモーションだったりだとか売り方とかをされてるからこそ、うん、事業者さんももちろん一つ一つ丹精を込めてそのおじちゃんおばちゃんが作ってるんだけど多分何かこう半ばちょっと消費いわ,いわゆるここでいう消費されてしまうような、えっと、製品になってしまってるっていうことに対してのその何だろう両方を抱えてるその ジレンマみたいなものをこう繋いぐみたいなことを多分きっかけにされようっていうことが多分あのトランクデザインのこうきっかけなんだろうなっていうのはすごくよく今理解ができたところがあります。ありがとうございます。作り手をちゃんと自分で知ってる。うんうん、まああの現場を見てどういう作り方で、うん、で自分が好きだみたいなものしか仕事にしない。 っていう感覚も、うん、まあその辺ぐらいからですかね。うんうんうん。うん、なるほど。これは素晴らしいですね。うん、一つ僕もこういろいろインタビューの記事とかをずっと拝見していた中で、<laughs> はい、すごくこういやってまあちょっと僕の本当にこう試験というかたあれなんですけど、なんかこういろいろなものを読んでると、はい、堀江さんってこうなんかジャンプの主人公に出てくるようなこう。<laughs> <本当>に <laughs> <laughs> なんだろういやこれなんか冗談でもなんでもなくてやっぱりすごくこう職人さんに会いに行って素材を自分でこう見て本当にこにとことん話して作るプロセスも見て、うん、でその中でこうひらめくというかのか言い方が正しいのか分かんないですけど、うん、その中でこうあ新たなこう価値みたいなものを見つけてそれがこう次の商品につながっていくとかその実は根本的なこうもの素材とか作り 方は変わってないんだけれども新しい価値になってるみたいなそこにつこながっていくのにこうなんかもう驚きという,かこ,うかこの人すごいなっていうのがやっぱりすごく多くてですねあの最初このマテリアルドリブイノベションワードもそのなんかテーマを考えていく中でその意味的価値とかっていうところをどう再発見していくかみたいな話の時に正直僕最初こう腹落ちしなかったんですけど、うん、その実際にあの 堀内さんが関わられていると、作られた日々とかっていうプロダクトを見たときとか、うん、あとそのストーリーを見ると、あこういうことかみたいな、うん、そのきちんとこう火をつける所作であるとか、そのつける瞬間に生まれる、なんかこう、ちょっと特別な瞬間みたいなものが、こう、プロデュースされて、デザインされてるっていうところとか、うん、あと、まあでも、でも製品としては、こう何、何かこう、 新たな,な余計なものを作ってるわけではないとかっていうところが、うん、なんかもうすごいこう感動したというか、うん、なんかすごいなっていうのが本当にこう、うん、印象に残ってますっていう僕のなんか <laughs> ファンみたいな言い方になっちゃってるんですけどいえいえありがとうございます嬉しいですすごく素敵だなと思いますありがとうございますあのそのえっと先ほどご紹介いただいた中で堀内さんがあのなんか 会いに行きたいなとか、なんか作ってる人誰だろうっていう話があったんですけど、うんはい、そ,そのセンサーってこうなんかどう、どういう時にこう、堀さんなんか立つんですかあの、なんかどういう,こう <laughs> センサーが張り巡らされてて、これだみたいなのって、うん、なんか例えばどういうこう、出会いの中で生まれてくるものなのか、なんかこう、最初のきっかけとかでもいいんですけれども、なんかどういう形でこう、いろんな方とまずはそこに、 足を運んで会いに行くっていうのってなんかどういうきっかけがあったりするんでしょうかなんかまあ商品からっていうケースももちろんありますね、うん、あの商品をどこかで見てあれが作ってんだろうとかで調べて会いに行くみたいなことももちろんありますし、うん、でロクトワークさんがやってた D47 レンタルのイベントとかでもこう いろんな、えー、とアドバイザーとして入らせていただいてうん、うん、いろんなこうプレゼンテーションを聞きながらあこれ面白いなみたいな一緒に何か取り組めないかなとかあみたいなものももちろんありますしってきっかけは様々なんですけど僕がこうデザイン考える時もあの自分の生活で24時間の中でやっぱ使えるもの 自分が買いたいと思うものがベースになるのであんまりこうあの奇抜なものを作る奇抜なプロダクトを作るみたいなの、うん、もうう、まあ、毎日これ使い続けたいよねとかリペアしてもう使い続けたいなみたいな、まあ、ところがあのベースになってくるのでなんか自分が使ってるもので、えーまあ、例えばお店で見て。 これいいなみたいななみた誰がデザインしたんだろう誰が作ったんだろうどこで作られてるんだろうどういう作り方で作ってるんだろうみたいな,なんか気になってなんかこう産地に訪れるみたいなこともありますねなるほどなるほどありがとうございますとても重要だなと思ったのとあの本当に共感するとともになんですけれどもやっぱりその等身大の自分の生活があった中で 気づいていくプロセスだったりだとか、あとはその気づいていくプロセスっていうのが、例えばちょっとその、ね、普段の暮らしの中だとなかなかこう、忙しかったりとか、こう、じゃあもう効率的にしちゃおうとか、そのなんか忘れがちなね暮らしぶりって僕たちちょっと送らざるを得ないのかなっていう中で、例えばでもその、えっと、なんだろうな、こう消費されないような。 形でちゃんとデザイナーさん自身もしっかりそれを何だろうなもう一回気づかせてくれるようなプロセスも含めて多分気づかせてくれるっていう自分がいるからその暮らしの中であ火を何か何気なく火つけてたけどあこんな大切なプロセスとかねこういうあ確かに今よく考えてみたら自分がこう火をつけてる形って とかね、だ誰かから見られてる姿とかそんな考えたことないけど確かに考えてみると何か違う考え方ができるかもみたいなことをすごくこうなんだろう,そう暮らしの中とかからこう気づかせてくださるようなそういったアプローチっていうのってなんかすごくねあの言葉にしてみるとそうだなって思うところがなんでこんなに難しくなってしまってんだろうみたいなのってなかなか悩ましいなと思うんですけれども。ね、なんかまあ 便利なものってたくさんもちろんあるしあの便利が悪いわけでも全然ないしでもなんかこうなんだろうな便利ばっかりを追い求めるのも違うなと思うんですよね。まあ、さっきのマッチで言うと、まあ、ライターみたいなものはもちろん、ね、あの便利だしチャッカマンも便利だしもっといくとターボライターみたいなものがあって。 もう今になると USB ライターみたいなものが出てきているなんかどんどん便利なものって出てくるよなと思うけどそもそもそれで火をつける行為がかっこいいのかみたいなとか <laughs> んかこうバースデーキャンドルとかあのお仏壇にろうそくつけるろうそくに火をつけるのってなんかチャッカマンでいいのかみたいな。 火をつける行為に対する気持ちみたいなものもそうだし、ね、そのさっき言ってたその所作みたいなものもそうだしなんだろうな難しいですよね豊かさっていう言葉もすごく曖昧だと思うし気持ちいいなんですかねあーなるほどやってて気持ちいいなんですかね何、うん、だろう、うん まあそれはなんか人から見られている、見られていないもそうですけど、自分がこうその行為自体に満足するかどうかみたいなところなのかなと思いますけどね。 別に全然そっちに僕,僕ら誘導しようと思ってるわけではないんですけれども <laughs> 今回の,あの,あの,あのテーマもあなんか最近ちょっとねまあじゃあキーワード的にどういう、はい、そういうのってなんだろうって言った時にそのウェルビーイングっていう言葉として結構よく、まあね、それ自身もじゃあなんだろうっていうこと自身が、まあ、明確に定義された方がいいのか 緩やかな方が価値があっていいのかちょっとそこもね皆さんと議論できればっていう機会になればと思ってるんですけれどもあのウェルビーングっていうキーワードをこのアワードでは、えっと、なんだろう一応テーマとして暮らしの中にウェルビーイングを考えるきっかけとしてそういったことをなんか支援しそうなマテリアル を広くこう製品、サービス問わずこう集めたいって言ったところで、ぜひあの集めて、えっと、ご応募くださいねっていうことをしてます。で、ウェルビングっていう言葉っていうのが、一応その辞書的な定義で言うと、その身体的にも、精神的にも、社会的にも満たされた状態であるっていうことをま良しとしよう、すごく難しい話してますけれどもね、ね そんな、ね、簡単には、でもなんとなく理想な状態って僕たちってこう頭で考えれば分かるな、みたいなところを、その、ルビーングっていうキーワードって、今、例えばその,そのまま、辞書的な定義としてこう投げさせていただいたときに、堀内さんの最近のお仕事の中で、こういったウェルビーングみたいなことを、例えばなんか、やっぱりこういう観点で必要だなとか、こういうことに考えるきっかけがありそうだな、みたいなところって、なんか考える瞬間やきっかけってあったり、 するのかどうかも含めてちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども何ですかねなんか究極は最終的に土からできて土にかえるものなのかなとかって思ったり例えば陶器とかそうですよねもう本当に自然のものだけで作っていってで薪で釜に火を入れて焼き上げて。 割れたたら粉々ににして土に戻るみたいななんかそれがあ社会的ななのか、ね、健康的ななのかはあれですけど僕は究極そこかなと思っていたりします。なるほどなるほど。まあ仕事の中であ、はい、まあえー、っと農家さん なんんですけど、まあ、キノコを作ってる農家さん、うんまあ、その菌床菌床できのこを作ってるんですけどその廃菌床ですねあの使い終わった菌床をどうやってアップサイクルするかとかしいたの軸を使って何か作るとかきくらげの軸を使って、えー、化粧品にしていくとかなんかもうゴミがゼロになる農業を絶対やっていくんだみたいな。 プロジェクトをやっていたりとかするのでなんかやっぱ土からできたものは最終土に変えれると思うしそれがあのプラスチックがダメとかじゃなくてプラスチックはプラスチックの良さももちろんあると思いますしそういう、まあ、僕の興味ですけどね個人的な興味とか素材に対するなんか考え方みたいなところは。 究極はそっていううん。なるほど、うん、なるほど。もしかしたらあれですよね、そのそ素材の方が賢いはずなのかもしれないけど、うんそ、それを扱ってる人間が、なんだろうな、それこそ、なんだろうな、でもまあ、目の前には一応身体的にも精神的にも充足したいと思って購入したりとかね、なんかそういった購買活動、消費活動、 それって皆さん、そんなにその瞬間瞬間は信じて自分たちのウェルな状態っていうのが果たされると思ってのそういう経済活動っていうのが起きてると思っているので簡単にその今起きてる例えば状態ねあの地球に悪いとか何か素材がなかなかこう土に戻りづらいみたいな話をね否定しづらいっていうのはやっぱそういうことなのかなと思いつつなんですけれどもなんかその普段のそのやったんだろうなこう いろんな方々がそのプロダクトを接するときに対して、例えばこれが欲しい、買おうとか、これを自分の一員にしようみたいな話のときに、なんかこう、普段 特にその堀さん自身が展開されている例えば店舗とかでも構いませんなんかこう買っていただく際とかなんかその知っていただく際とかその顧客が一人一人例えば精神的にとかそういった充足をしていただけるような状態にちょっとでも近づいていただくためには例えば何かどんな工夫があったりとか何かこう気をつけられてることとか何かどういう場があるとそういったその ちょっと今回キーワード的に扱わせていただいてますけど、その消費されないようなこう購買みたいなのができていくんだろうって、なんかこう考えられているところってあったりするんですかまあ、一つは素材ですよね。まあ、あの日々みたいなものって、お香とマッチが合体した唯一無二なものだったりとか、あと、うちで作っているのも手すき和紙のお香とかもそうですけど、うん、もうここでしか作れないもの。まあ、それに対して、まあ、例えば見た目のデザイン。 と用途ですよね、まあ、お香だと香りが楽しめますよとかあこういう空間を作ることができますよとかあみたいなことはお話しすることが多いですね。であと、まあ、アパレルとかあー、まあ、テーブルウェアとかもそうですけど、まあ、リペアして長く使えますよみたいなもの。まあ、お香とかってやっ,ぱ使ってやぱ たらこうなくなっちゃうので、まあでもあのまた買いたいとか、あの使い続けたいっていうお客様が本当にありがたいことに多いので、何回もこうリピートで買ってくださる方もいらっしゃいますし。あとまあ器とかも金継ぎをして長く使うとか。あ、なんかこう扱い方もね。変わると思うんですよね。ま鍋、あ、がどういう風に作ってるのかっていうのを知って。 まあその土地の風景みたいなのも知れた時になんかこう100均で買った器と扱い方もちょっと変わるんじゃないかなとかあのこういうシチュエーションの時にこのお皿使おうとかこの料理の時はみたいななんかこう使う楽しみの幅が増えるというか,なんか料理する前から考える瞬間みたいなのも。 もちろんあるし、うんうん、持った時にこう,うわやっぱいいよなみたいな <laughs>、っていう瞬間もあるし、それが誰かが来てた時だったら、それをこう見せれる、披露できるみたいなところも、なんかこう楽しかったりするし、まあ、楽しい、なんかいいなって思うポイントが、こう幅が広がるんじゃないかなと思いますけどね。それがなんか、あのまあ、うん。 でも人それぞれそあのいろんなこだわりがあると思うので、なんかそのこだわりのポイントがあ僕たちのこだわりとリンクする方はすごくあのマッチすると思うんですよ。でもそういうあのこだわりがちょっと違うポイントだったりするとあのまた違うのかなと思ったりもするんですけど、うん、まあでも長く使えるとか、あのまあ、素材のことだったりとか、 まあ使い方だったりとかあ、まあ、こういう人がこういうところでみたいなことはあの必ずお伝えしてますね。うん 消費につながるところというかそのデザインでどこまでをこうあらかじめ考えておくのかみたいなところもあるのかなと思うんですけどその実際にこうプロダクトとしてその、まあ、今までのお話を聞いてると製品としてのこう見た目の良さとかっていうだけのデザインじゃなくてその使われる瞬間だったりとか使ってるそのユーザーさんの,なんかその時間 であったたりととか、うん、その後みたいなところも含めてなんかこう堀内さんの中ではこうイメージを持たれながらこうデザインを実はしてるのかなとかいろいろこう想像が膨らむんですけれどもう、ねはい、特にこう、うん、デザインされる、まあ、本当に活動ってさっき弁局君も言ったみたいに本当多岐にわたっていてなんかこうマーケターもやったりセールスもやったりも全部やられると思うんですけどその中でやっぱりこうデザインのプロセスの中においてい大切にされてるものとかっていうのがもしあれば伺えたら嬉しいなと思います。うん まあでもなんかこう、家に持って帰って、使う、使っているシチュエーションが、はい。この場でイメージできるようにっていうのは常に心がけてますね。なんかこう、あの、デザイナーの、よくあるこうポートフォリオで、なんか白バッグでプロダクトだけの写真が載っているっていう紹介は、なんかこう、使うシチュエーションってイメージできにくいじゃないですか。なるほど。確かに。 お皿だったらやっぱり料理が持っているやっぱ写真じゃないとイメージできないしあこういう料理ねはいはいはい合うよみたいなとかあそれに合わせる、まあ、家具とかも、ね、テーブルの色とか、うん、なんかそういうのも含めてなんかああこういう雰囲気いいな 私の家に取り入れたいなとか、こういう感じにテイスト変えたいなとか、あ他にも似たようなやつ持ってるから、こういう組み合わせできるよなとか、なんかそこは結構大事にしてるかもしれないですね。なるほど、うん。確かにそうですね。今いろいろ伺ってて、本当にその使われてるシーンをどれだけこう想像させるかって、うんああ、確かに大事だなっていうのをすごく今感じました。 プロダクトを作るデザインはいまあ、もちろんその時からイメージしてますけど、うん、そこからこうプロモーションっていうのにこう変わるのではいそうですね、うん、なるほどその通りですと本当にそうだなっていうことが何 <laughs> でこんなに難しくなってしまってんだろうって本当に不思議だなってあの <laughs> ね、思いますっていうことと、<ー>あとその、今回のちょっとアワードの企画に寄せて言うと、あの特に今回でもマテリアルって言ってるので、もちろんサービスとか製品もですけれども、結構ローなマテリアル、それこそそれそのものとしても、ぜひ応募してきてください。いただいて結構ですっていうことを歓迎させていただいてます。であのやっぱり 使い方とか使い道とか、もともとはこういう製品で生まれたんだけれども、ちょっと今、例えば暮らしが便利で豊かになってきて使われづらくなったとか、じゃあもう少し違う使い方も展開していきたいんだけれども、っ言ったときに、もしかしたら今の堀さんの,あの本当にきっかけですあの、いただいた、なんか具体的にお客さんがどう使ってるかっていうことを、ね、ちょっと考えてみる。そんな難しいことですけど、すごくシンプルに、まずは ご自身のの暮らしの中でどう使って見えるんだろうかどうかど使いたいだろうか、多分そこからでも、なかなかこう、えっと、考えられたりとか、もしかしたらするはずなんだけれども、なかなかちょっとね、あの難しくなってしまっている状況みたいなのがあるのかなっていうのが、実は我々にもそういったちょっと使い方にまな、ま、悩んでてとか、うん、どうしても出てしまう、例えば製品のちょっとこう余剰みたいなところも、ハザイとか。 余ってしまったところも余すことなく使いたいんだがっていう思いはだいぶ社会的にねそういう機運って出てきてると思うんですけれどもやっぱりそういったことを一歩何か違う形の価値に置き換えていくっていうことに対してはもしかしたら今の堀内さんがおっしゃってるようなねあの状態っていうのを それこそプロフェッショナルとしてのもちろんデザイナーさんはそういうことをきっかけにもちろん考えていきながらプロフェッショナルとしても形にアウトプットにあのなんだろう貢献するっていうのはそうだと思うんですけれどもやっぱりそういったメーカーさんの中でも材料を専門に材料をすごくこうサイエンティフィックにあの練ったりとかねこねたりとかこう伸ばしたり精錬したりいろんな形であのやってるようなあの皆さん自身も 普段何気なく作っているそういった素材に対しても、ふとした瞬間にでもいいので、そういったことをちょっと思い描いていただくだけでも、何かまた違った使い方とかね用途をやっぱ考えていくっていうきっかけになるのかなとは、のの堀さんのお話を聞いてて、素直に思えるようになりました。はい、ありがとうございます。えっと、今お話しさせていただいて、もうちょっと。 4,50分経過してきてるので、ちょっとそのまたぜひ、あの、アワードの企画に対して、ぜひ応募してねっていうことをちょっとこう、プロモーションできるようなきっかけになればなと思ってやらせていただいたんですけど、かなり、あの、これ聞いていただいた方は、あの、あ、なるほどと、こういう視点でアワードの何だろうな、例えばこう、投稿の文言困られてる方とかも、多分そういう視点をちょっと考えてみるとか、ちょっとその、暮らしの中にどんな使われ方が望ましいだろうかっていうことを、 まだ実現されてなくても、こんな思いでもって作ってるんですっていうことでも本当にいいと思います。なんかそういった形で、ぜひ、あの、投稿いただけると、あの、 堀内さんがさらにあの面白がっていただいてみたいなことが起きるのかなとは思っていますが、あの堀内さん自身、ぜひこのアワードでちょっと審査員をね、あの引き受けていただいて本当にありがとうございます。なんかこう、こういうアワードを通して、で、しかもちょっと素材っていうものを際立たせてみた、えっと、アワードにおいて、なんかこう期待されていることとか、なんかこういったものを見れると面白いなとか、なんかそういったところでぜひコメントをいただけると嬉しいんですけども。はい。まあ、なんか今、あの個人的に、 個人的にというか会社的になんですけど結構アップサイクルの素材でご相談をされる案件って結構多くてですね、まあ、自動車製造メーカーだったりとか航空系の会社だったりとかあとまあテキスタイルの会社さんだったりとか、まあ、その端材が出るんだけどとか、えー、こういう素材がすごく余ってるんだけどとか、まあ、それをこう 社会的に意味のあるものにプロダクトに変えて、えー、使っていこうみたいな動きも結構今は今年多分そこ強めにやっていくんじゃないかなと思うんですけどさっき弁慶さんおっしゃってたみたいにいろんなマテリアルがあるよなっていう中で、えー、ねマテリアルってすごくあのなんだろうな軽い重いとか柔らかい硬いとか 曲がる曲がらないとか結構なんか両極端が面白いと思うんですよね。めちゃくちゃ分厚いとか、うん、めちゃくちゃ薄いとかもそうですけどうん、うん、ここまで薄くできるんだとかここまで分厚くできるんだみたいなのもそうだしもう硬すぎて曲がりませんみたいなこともそうだしでこれ実は曲げやすいんですみたいなこととかこんなに分厚いのに軽いんですもあるし こんなに薄いいけど重いですみたいなのもあるしなんかそれがこうねあのどこかもしかしたらこう目に見えないところにあの普段は使われているものもあの見方を変えればいつもあの毎日手にするものに変わるかもしれないしなんかそういうあの素材を作る強みみたいなところを是非発揮してもらえたら あとはこういろんなデザイナーがそれを見て、えー、これに使いたいとかこんなことやってみませんかみたいなあのいろんな人とこう出会うものを素材を通してマテリアルを通してなんかこう出会うきっかけみたいなことがどんどんこう生まれてくるんじゃないかなと思うのでなんかこういつも工場でね作られてるものも見方を変えれば僕ら結構あの いろんな産地とか工場に行くんんでですすすけど宝探しをするんですよもう僕らにはもう宝にしか見えないけどあの工場の方々からするともうこれはゴミの山だみたいなあみたいなところで宝探しゲームをするんですけどそういうところにこそなんかあみんなは当たり前だと思っていることがデザイナーから見ると全然違うものに見える可能性だってあると思うので。 なんかそこはこう、ね、世界最高峰のとかじゃなくても、ね、ぜひぜひあの応募いただいてそこでなんかこう、ね、いろんな方々に見てもらえる、まあ、瞬間が生まれるといいなと思っているのですごくあの楽しみにしています。ありがとうございます 百何十点満点の回答。本当にありがとうございます。<laughs> <laughs> あのしかも、ね、はい。であ、やっぱりアワードっていうね、プラットフォームもっていう話を関さんに振ろうかなと思ったんですけど、<laughs> なんかもうそれが出会える場ですよって、<や>もうそのまんまのご説明だなと思っています。なんかちょっとやっぱりね、ちょっとそのフィーチャーさせていただけるような、 やっぱりこれが審査員の推しとかっていうのがもちろんプロセスの中で決まっていくことはあるんですけれどもやっぱりそもそもこの場を通してあこんなのがあるんだじゃあちょっとこのここにコンタクト取ってみようっていうのは本当にこの,あの今続々とすでにねいくつかエントリーございます<ー>そういったところをあこういう人たちにコンタクト取ってみようっていう機会ってねやっぱりその素材側からでしかもその堀内さんおっしゃってる通り普段やっぱり何気なくこう落ちてんだよ何も何なんかこんなの価値がないって思ってても全然それは 全く違う人にとっては全く違う発見発想を生むはずですって言ったところは本当にそうだと思います。なんかそういったことをですね、ぜひこの企画を通して、ぜひご一緒できればなと思っておりますので、あの、募集期間ちょっと迫っておりますが、ちょっとこれを堀内さんの あの企画を早めに収録、あの公開して、ぜひ皆さんちょっと投稿悩まれている方に公開したいなと思っております。はい。はい。そんな形でちょっと1時間いかないほどでちょっとまずはあの審査員、マテリアルドリブンイノベーションアワード、今年ちょっと初めてあの手作りで我々も始めているところはあるんですけれども、審査員を務めていただいている堀内さんにあのお越しいただいて、まあ本当に素材にまつわるお話を広くそのデザインを通してっていったところで、 おお話が聞けたかなと思っておりはい、では本日あのお越しいただきまして、改めましてコンペティションプラットフォームのアワードから、関さん、ありがとうございました。ありがとうございました。堀さん、本当に、はい、とても楽しいお話、ありがとうございました。い <laughs> 引き続き続、はい やっていければと思いますんではい、ではこんな形でまずはちょっと収録は終えさせていただこうと思っておりますのでぜひ皆さんあのご応募の方をお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは本日は関さん堀内さんありがとうございましたありがとうございました